方札幌ドームガチでヤバい状況。札幌市が買えばいい定期、今年から黒字の予定なんだっけ。値段下げろよ、2億5000万で命名権たっか。というか普通に公共施設として市が銭払えばええやろ。市の持ち物に市が払うのか。取り壊せ、黒字化やったぜ。新国立競技場よりはマシだという風潮。取り壊して池屋とコストコ誘致した方が100万倍良さそう。どうしてこうなった。全国ニュースになるような催しをこれから何かできるんですかね。キツネダンスが毎日のように報道されてた頃でもこの金額は高いか。こんだけ全国的に悪いイメージついてて誰が買うと思ってるんだろう。大谷が最終年故障してたのも芝を張り替えなかったお前ら札幌ドームのせいだろうが。そもそもサッカースタジアムの命名権って考えたら5000万でも上出来なレベルだからな。それを2億5000万とか狂気の沙汰だわ。誰にも呼ばれない名前に意味ないからね。ハムの試合でメディアに出るから名前に価値があったわけで。赤字は市長と職員で賄ってくれな。これのどこが良い球場なんだか聞いてみたいわ。オリンピックで振る稼働するからおすすめの物件です。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。